剥かないでもらっていい、うん、ありがとう、うん、かわいいですね、うん、ぬいぐるみみたいだってポム、いい子なんだよね、ポムいい子なんだよね、そうなんですよ、言うこと聞くんですよ、はい、ありがとう、出汁出てるか手は、どうしたどうしたポム、はい、抱っこできるの、あ、本当ですか、うちの子たちはね抱っこを全然させてくれるんです、ペロはちょっと苦手ですけど、ポムはもうおいで抱っこよって言ったら絶対来てくれるので、はい、いいよ、降りる、降りてます、ありがとうポムだよね、何見てるの、どうしたの？ポム。ご飯あげる人の言うことはよく聞く。私あんまりご飯あげてない。あげてないです。でもいい子なんで来ます。今日は本当 になんかもうダラダラして、あ、今日はレッスンしてきたんですけど、レッスンの時間までマジでダラダラして、そしてメイクをする時間はめちゃくちゃあったのにメイクをしないで、まあ髪の毛だけ整えていこうと思って、髪の毛だけマジで整えて、これだけで行ったんですよ。そう、まあ、レッスンの時そうなんか気合を入れるためにメイクしてったりするんだけど、ドスッピンでねこんな感じで行ったんですけど、まさかのなんか男の人に今日後ろから、なんか今日新潟可愛い子がいっぱいいるねって言われたんですよ。これはまさかユーナに、ユーナの真後ろで言ってるってことはユーナのこと言われてるってこと？ん？え、合ってる？合ってるかな？まあマスクしてたんですよ。マスクしててここしか出てない、もう髪型と雰囲気だけで。そう。あ、いいかな？そういうことで、あ、よかった、ちょっとじゃあ今日は可愛い判定されたってことで、自意識過剰、でも真後ろで言ってたんだよ、それで言うと新潟でそれ言われるのはあなたしかいないんじゃない、いや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 、可愛い子いっぱいいる新潟、たまたま NGT のだけ、そう、もしかしたらそのメンバー、その3人くらい男性3人とかだったんですけど、もしかしてユーナと会う前に NGT の誰かの
メンバーと遭遇して、あの子かわいいってなったのかなと思って、やってあげればよかったかな。ファッて、ありがとうございます。私かと思って。アイドルオーラか。ああそうか。いやそのね、じゃ待って、後ろ姿だけで言われてるわけじゃないんですよ。なんかそのたまたま言うのが前を歩いてたんだけど、その前にこう正面でこうなって、こっち言うんだね、こっちはポ、こっちが男性3人なんだけど、こう来て優が先に行ってこうついてきたわけ。あ、ついてこられたわけじゃないよ、ストーカーじゃないです、ただたまたま行き先が一緒だったらこうだって。だからここだけで よっしゃーと思ってね、ありがとうございます。アハハハ、やったね、これ確定ですよね。かわいいだけじゃダメですか。あ、間違った、キモい、うわキモい、キモすぎる。パキちゃん目力ある。いやもうこんな感じで歩いてたんだけどね。誕生日、おー、お誕生日おめでとう。何歳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 、食べ過ぎた。22、カニだ。若いしカニの人ですね。右手も2、左手も2、カニ。若い、若い。あ、ポンちゃんいるの忘れてた。カニの人だ。もうそれはポキのことが大好きに違いない。これからKMT とよろし、KMT としてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。素敵な一年になりますように。素敵な一年になりますように。22歳はもう特別ですよ。おめでとう。ようこそ
ようこそ KMT に。12月の公演は発表分はフル出演ですね。そうです、そうです、やばいです。助けてください。体力がないですので、聞いてください。何ですか、それでは聞いてください。マックス時315個って感じですか、何ですか、聞きます。12月フル出演おめでとう。ありがとうございます。頑張ります。お下げ超似合ってます、可愛すぎます、ありがとうございます。12月はね、忙しくさせていただいて、そうなのよ、4公演やばいんですよ。いつぶり4公演って。私9月ぶりじゃない？4公演。大丈夫かな？そうなんですよ。意外とね。10月はね、4公演がなくて、11月も2公演はやったんだけど、4公演はしてなくて、12月で久しぶりに頑張るぞ。ポキちゃんできる。ポムちゃんはリビングに帰っちゃったの？いや、いるよここに。ねえポム、呼ばれたね今。こっち振り向いてます。フリングルスの破壊力、え、めっちゃね、可愛いでしょ。可愛いでしょ。ポムここ来て、おいでポム。疲れた？ポンちゃん。おいで。抱っこよ。ポンちゃん抱っこよ。ポム、おいで。ちょっと待ちなさい。ポム。ポンちゃんおいで。もうね、あのね、ユーナのね、モフモフのね、あったかいやつに座ってる。ポン、抱っこ。抱っこ来て。おいでポン。ポンだっこ来た。いい子。あ、
子どういうことなの、おいでって言ったら来てくれるのポム、ねえチュチュね、ありがとう、チュチュありがとう、かわいいポム、かわいい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 、よちよちよち、かわいい、かわいい、どうぞ、ごめんね呼んで、もう呼ばないよ、いで、これはチワワとポメラニアンのミックスです。ポムニーニのとこ行くか、じゃあちょっとペロのところに連れて行きたいと思います。はいはい、タコ、はい、よし、おい、ありがとうね、かわいすぎる、あのねペロはね寝てるペロはもう、あ、ママとね寝るんだけどね、もう寝室のベッドでね寝てるんだよね。ポムがペロにちょっかいを出してペロがゆっくりできないっていうことがあるから、最初にペロを寝室に連れてって一人でゆっくりする時間を作って、で後からプムを連れてって一緒に寝てます。ペロの方がお兄ちゃん、年寄りって聞き方やだ、そうなの、男の子、男の子です。そうそう、いやちょっと可愛い子とご飯食べてきたらテンションが上がってる。
めっちゃ可愛い子。メールに書きました。メールに書いたよ。メール読んだよね。メールメールに書いたから、ここでは言わないよ。こんな感じで、しー、内緒内緒。内緒だよ。アンナの取り込みメール取った方がいいですか？え、いいんですか？取ってくれるなら。嬉しいです。めっちゃ可愛いでしょ？でしょ？まあ私が可愛い子とね、一緒にいるってか、ポキにしか見せない笑顔。本当？かわいい。そう思ってみたらめちゃくちゃかわいいじゃん。オムライス作ってたらまたケチャップぶちまけた。え、私も今日マヨネーズぶちまけるところだった。危なかった。え、かわいすぎない？かわいい、かわいい。めっちゃ可愛いね。でね、ゆうはさ、もうずっとさ、ずっと可愛いねって、うん、可愛い、イエーイ、可愛いねって言ってたらさ、そんなこと言ってくれるの、ゆうなぐらいだよって言うの。でも、ゆうなは知っている。ななみさんもゆうはのこと溺愛していること。いや、お祭り女は結構、ゆうはに溺愛じゃないって言ったら、もうそんなこと言ったらそれを、あ、ちょっと待ってね。もうそんな NGT 入ってよかったとか言ってた。かわいい。
夢の国の写真も楽しそう。あ、そうそうそう、ユーハがね、夢の国、夢の国の写真をねインスタに上げてくれたからね、みんな見てね。もう癒しですよね。今の時期レッスンって何着てんの？あ、こういうなんか長袖の T シャツみたいな感じ。半袖着る時もあるけど。新潟可愛い子多いよな。え？どっかで聞いたセリフ。あ、今日後ろにいた人？今日後ろにいた？今日後ろにいた人ですか？もしかして。だとしたら絶対わかるんだよな、ゆうな。イエーイってやっちゃうから。なんか前歩いてるマスクの女の子可愛かった気がするの。え、いた？もしかして一緒にいた？3人のうち2人出てきてるけど今。3人いたんよ。3人であのこう降りてきて、降りてきてというかこう 前に来てこう来てこう来てこうです。で3人のうちの2人出てきてるよ。かわいそう。オチの人いいよ、出てこなくて無理していいんだよ。今日新潟いなかったけど前歩いてた子可愛かった気が、うん、それはね違うわ。じゃああなたじゃない。そう、なんかなかなか言われないからねそんなこと。ああ、ゆうなの後ろ歩く人がみんな KMT だったら毎日言ってくれんのに。あれ？前にいる子可愛くないって毎日言われんのにな。そしたら言うなんて全然言われないんだから。悲しい。今日はお腹いっぱいやろ。うん、そうなの、そうなのよ。めちゃくちゃお腹いっぱいになって、うん、ってなって。
だってさ、びっくりするぐらいツインテールの日のさ、ツインテールの日の公演、そのステージ立つ前にみんなに褒められまくったらめっちゃウッキウキでステージ立てたからね。ポキがいるの気づかなかった人だから、もう本当にもうね、信用してない。そんなポキがいることに気づいてない人が、あれ前の人可愛くないとか言うわけないし、ポキだって気づかないのに。めちゃくちゃメイクして超綺麗に、超綺麗に髪の毛やってもらって、締めはね、なんかね、ラーメンみたい、麺みたいなやつ、ちゃんぽん麺って書いてあった、セットについてました。髪サラサラだね、編んでるけど、どこを見てサラサラって言ってくれたんだろう。髪はそこだけちゃうやろ。あ、ここでもこれ今サラサラ、そうか、ありがとうございます。でもセットした甲斐があるわ。そんなのこれやっていい、はあ、髪染めてはない。あ、染めてないです、染めたことないです、髪の毛。今日のポキちゃん、ポキは美少女系、なんだろう、そうかも、可愛い美少女系って感じか。染める予定、染めたいんだけどね、研究生だから染めないです。というか多分染めないです、 NGT にいる間。私は染めたいとか言ってるけど、チュンの髪色、ちょっと待って、見れてないかも。インスタ？おお、え、かわいい、かわいいね。かわいい。昇格したらネイルっていうかマニキュアは塗りたい。でもなんかさ、この間 X さ、エゴサしてたらさ、ビズメ
ビズメの人紹介みたいなのでさ、なんかさ、秋元優奈って出てきたんだよね。何あれ。なんか、グミ持ってる、なんかグミ持ってるこういう写真とかで、なんか、これはネイルが生える爪をしていますね、みたいな。そんなのがさあってさ、びっくりしちゃって、えっと急にってなったんだよね。でもね、なんか A ランク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 みたいな、でも親指だけ B ランクみたいな爪だけこの、ま、うん、何って思って、なんかめちゃくちゃ面白かったんだ。木本優奈って調べたら出てくんのかな。何日の何日前の、あ、あった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 、2日前、爪フェチビズメハンドモデルとかって書いてあってさ、めっちゃ面白かったの。見てみな X で。ブログ、めっちゃ面白かった。え、嬉しい嬉しい嬉しいよ。爪てか、まあ、うん、いい、嬉しいです。木本優奈さんの爪なんかビズメの人を取り上げてる、きなんかブログきれいやん。ありがとうございます。親指こういう感じ。親指もね、別にね、私 B ランクと思ってないんですけど、どうしたら見えるの。誇り持ってるんですけど親指。でも人差し指と中指はと全然好きじゃない、私は逆に。薬指と小指の爪の形はマジで自慢。めっちゃめっちゃ綺麗じゃない、この縦長の爪こういう感じ。ダメ、この2本ダメです、私はそう思う。あとね、私ね、めちゃくちゃね、手の水分量があるからね、あんまり手乾燥しなくて、めちゃくちゃ小中学校の時はもうカッサカサだったんだけど、ほらあんまりこうささくれとかひび割れとかもなくていいんですよ。爪、え、今度さ、あのチャームポイント爪にしようかな。チャームポイントどこですかって聞かれてさ、めっちゃ困るんだよね。めっちゃ爪綺麗、磨いてるの。磨いてないです。人差し指で戦いたい。オッケー、戦おうぜ。ツンって、ケアなんてしたことないわ爪。
配信見てる今日いい笑顔の日だから配信見てる皆さんに今日一番の笑顔ください。オッケー。「下手くそか」って。ウィンクは？適当に。右はねちょっといけるいい感じになってきて、ちょっと前髪がさ長くて切りたい。カラコン？カラコンしてません。コンタクトとかしてないんですよね。ラガンこれちょっと目の形モテる人の目ですね。え嬉しいんだけどさ、モテたことないんだわ。やめてもらっていい？モテたことないのに。そう、切ったんだよ。切ったのにさ。ここをなくして、ここだけで、除菌除菌ってやっていったらいいかな。痛い。もうね。ツインテールの日にもうやったから前髪なし。うわ、かわいい。こぼれちゃったよ。よし。頼むからもう美容院行ってくれよ。そうだよね、そう、もうアイドルなんだからって。本当にごめんなさい。ペタ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 、かわいい。ペタペタ。
マジで今見たら違うけど、リリカさんと最初かめっちゃ顔の系統似てるなって思ってました。それはねもう今でもそうなんですよ。今でもめっちゃ言われますよ、似てるねって。え、本当にさ、なんかその伸びすぎて、すぐ伸びすぎて困るんだけど、似てると思う。自分で切れないんだよね。もっとこうしたいんだけど、こうやりたい、こんな感じにしたい。いつ切る？いつ美容室行こう？でも12月の12月の平日とかに行こうかな。そう、土日はもう埋まってるから、マジで行かないと。オンラインの後くらい？あ、そうかもしれない。そうかも。4日もね、公演なので。あ、すごーい。こんなさ、細かいさ、こんな細かいやつやばい、絶対できない。やばすぎ。ブルルルルルルってなってる。明日が勝負。あ、そうなの。あ、そっか、ビスが始まるからだ。ありがとうございます、皆さん、たくさん。クマ、12月現状フル出演です。そうです、そうです。うん、58分ありがとうございます。では壇上読みます。13位ミミレパパ、ありがとうございます。12位キットモエライン、ビズメさんさん、ありがとうございます。11位ミッチーさん、ありがとうございます。10位ヨッタさん、ありがとうございます。9位リエちゃんズさん、ありがとうございます。8位ブッチャーさん、ありがとうございます。7位リンヤマさん、ありがとうございます。6位ゴンちゃん、ありがとうございます。5位ケンザンさん、ありがとうございます。4位片山さん、ありがとうございます。3位アベベポキさん、ありがとうございます。2位ハマッピさん、ありがとうございます。1位マコイモさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。おやすみ、ごきげんよう。バイバーイ。